皆さんこんばんは。今回は80歳を超えたとは思えないほど活動的な中村玉緒さんについてお話しします。まずは軽くプロフィールをご紹介します。本名奥村玉緒、生年月日1939年7月12日、82歳、出生地京都府京都市左京区、身長156センチメートル、血液型O 型、職業女優タレント。1953年に本名で松竹作品「恵子と雪江」にて映画初出演を果たしました。1994年に明石家さんまさん司会のバラエティ番組「明石家多国籍軍」に出演するようになり、天然ボケキャラクターで人気になりました。そしてさんまさんが司会を務める番組の常連出演者となった玉緒さんは、この頃より長者番付に出演するようになり、主演ドラマや主演舞台もこなすようになったそうです。また2011年には京都名誉観光大使に就任しました。そして2020年11月に個人事務所代表取締役に就任。玉緒さんは2010年頃から少しずつ表舞台で見かけることがなくなった気がします。最近は病気説など浮上しているそうで、玉緒さんの体調面から考えてもテレビ出演が減ってしまうのは仕方ないように感じられます。最近は認知症なのではとも言われていますが、調べてみたところ、ただの噂のようです。最近の画像では頬がこけているように見えますが、年齢的なものだと思われます。また2019年11月に息子さんを急性心不全で亡くされているので、精神的な疲労が顔に出てしまったのかもしれませんね。しかし玉緒さんの不幸はこれにとどまりませんでした。長女の奥村正美さんが病気のために介護が必要な状態になっているそうです。もともと女優として表舞台に出ていた正美さんは、女優を引退した後、玉緒さんの付き人や個人事務所の社長として裏方に徹していたそうです。そして2020年の秋ごろから車椅子生活となり、事務所の社長は辞任してしまったそうです。正美さんは独身で子供がいなかったため、玉緒さんが介護に当たっているそうです。2人は一緒のマンションに部屋を借りているため、介護はしやすい環境かもしれませんが、やはり高齢の玉緒さんの介護には限界があります。しかし実際には正美さんは電撃再婚をしていたそうで、今回再婚した A さんとはかれこれ20年以上交際し、内縁関係にあったそうです。A さんは玉緒さんの元運転手だったようで、もともと玉緒さんの麻雀仲間で麻雀で生計を立てていたこともあると言われています。その縁で玉緒さんの身の回りの世話をするようになっていったそうです。しかし正美さんと A さんとの交際期間が長くなるにつれ、親子の関係も変化していきました。そして同じマンションの別々の部屋で暮らしていた玉緒さんが、そこから離れた別のマンションに一人で引っ越したそうです。そんな玉緒さんも少し前からダイエットを始めたようで、テレビに映し出された自分の姿を見て、夜9時以降は食べ物を食べない、ウォーキングをする、ガムを噛みながらダンベル体操をするなど、高齢なので流行りの糖質制限や筋トレといったハードなダイエット法ではありませんが、人生初のダイエットだったそうで、玉緒さんは見事に9キロの減量に成功したそうです。そして2022年で芸歴69年目を迎える玉緒さん、その年収は相当な額だと言われています。調査したところ、2004年の記事によると、推定年収は3億2000万円以上だそうです。2004年以降というと、徐々にテレビへの出演機会なども減っていることから、この時よりも減少していると思います。しかし2021年1月にはインスタグラムを開設し、同年3月には YouTube を開設しています。 YouTube のチャンネル名は玉緒さんの座右の銘で、今日のことは今日で忘れるとしているそうで、毎日いろいろなことがありますけど、良いことも悪いことも明日に持ち越さないと決めてますねん。いいことはおごりにつながるし、悪いことを引きずれば心が晴れませんから、すっきりと生きるためには
自分のことは自分で決めることが大事です。その上で問題が生じても人のせいにしないこと。私、言い訳だけはしたくないんです。それに、人の悪口は言いたくないし、聞きたくもないんです。誰かの悪口を言ってくる人に対しては、そうですかと応対はしますが、心の中では、この人とは距離を置こうかなと思ってます。そして実際にしずしずと離れます。人の批判をしている暇があったら、人を楽しませたいんですわと話していたそうです。80代を迎えてもまだまだ玉尾さんの活躍には目が離せそうにないですね。今後のさらなる活躍を応援したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。